嘘でしょ。はい、どうもニーナです。それではアンティルドーン続きをやっていきたいと思います。嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて。こんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。誰、誰なの。やあサマンさん、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マント、今の何？死ぬかよ。どうするつもりなの？いやいや、どういう状況？鹿か。とりあえず落ち着こう。下がって下がって、鹿のも下がっておくれ。エミリー置いてきちゃっていいのかな。いやいや、絶対攻撃しちゃダメでしょ。ほら、ゆっくり。マルコ、サモラ、ヘキサ。怖っ。とりあえずさ、ホラー演出でおなじみのトーテムで、マットはなんか落ちて死んでいるみたいな描写があったはずだから、前回なんか落ちそうになるようなやつは基本的にもう避けていこう。このいけすかないエミリーがたとえ危険な目に遭っていて もうマットは絶対に落下物に近寄らないというか、落下する可能性があるところにはもう寄っていかない。もし無線で誰かと連絡がついたら救助を要請しましょう。待ってる間はどうする。ロッジに戻ってみんなを集めよう。ああ嫌だ、ロッジは嫌。ここにいるべきだよ。誰かが私たちに接触してくるかもしれないし。まずは無線機を使ってみよう。まあ何にせよね、もうマットを死なないようにしよう。このいけすかないエミリーは放っておいてね。いいのかな。友倒れになっちゃったら最悪だけど。なんかあんのかな。わー、でもだいぶ近くまで来た。ただの常夜灯だ。センサーで作動したのかも。あ、そういうことか。なんかさ、行きますよ。せーの。え、どういう場面今の。これちゃんとセンサーで作動したんだよね。あの例のピエロ野郎がなんかマウスで
ポチッとかってライトつけたわけじゃないよね。もっとマット話しかけろや。これはあれなの？あ、やっぱセンサーでついてるんだ。だいぶいらせやがってよ。これジョッシュたちの家の持ち物じゃないのかな。これ登っていいのかな。こうは。置いてくんの？置いてきてんじゃねえかよ。あいつ頼りになんねえな。やべ、エミリー使ってるとなんかこう真逆の真逆のあれ発想になっちゃうな。マジかよ、斧どうすんだよ。上に誰かいたらどうすんの？なんで急に風が強くなるわけ？もうすぐ中だ。結構あるんだね、その屋内？屋内って言っていいのかどうか分かんないけど。とりあえず2人とも丸腰だぞ。やっぱ斧を持ったまま梯子は上がりませんか。なんかあった時は急いで下に降りて斧を拾うしかないか。え？あ、そういうこと。上に誰か待ち伏せしてないよね。壊されてないじゃん。開けたくない。はい。ああ。かわいそうなハンナ、見つからなくて。今夜のことで二人がいなくなった理由が分かってきた。ハンナ・ワシントンはアルバータ州ブラックウッドパインズにある家族所有のスキーロッジから走り去るところを2014年2月22日午前1時半か2時半の間に目撃されている。失踪者動揺していたとのこと。一応このなんか人探しのビラみたいなやつも貼ったんだね。これは何？でも電気がなきゃ。電気ないんだ。じゃ無線動くのこれ。最高つかない。きっとこの辺にスイッチか何かがあるはずだわ。あ、外も出れんのか。部屋の中何もないの？なんもねえなあ。とりあえず外出てみるか。ああ、吹雪。いや、なんかある。無駄に一周回れて、なんかやめてよ、なんか底が抜けるとか。なんもねえか。なんかあるじゃん。あ、これがあれか。これが電気の通電ボックスみたいなやつか。はい。
違うじゃん。やった。ああ、いや多分ね、あのこの後なんか落下イベントとかがあった時は君を見捨てると思うんで、いや自分で戦ってください、プレイヤーガンで。撃つ？あ、今撃っちゃうってこと？どうせなんか救助がさ、ヘリが来てる時にバーンとかって撃てばいいけど、今撃ってもしょうがないでしょ。え、撃った方が良かったのかな。偶然なんかこの雪の中ヘリが飛んでるとかあんのかな。いや、ここら辺から選択一つ一つが怖すぎるな。怖い怖い。お、電気ついた。やった。やった、つけるよ。いいぞ。よし、マットとエミリーに1点。よっしゃあ。お、スイッチ入ってんじゃん。見つけられなくてごめんね、ベス。あ、これあれか、コピー機、コピー機、噛んじゃった。コピー機ね。ベスワシントン、ワールワンアッシュブラックウッドパインズにある家族所有のスキーロッジから指示されるところ、2014年2月22日午前2時半頃に目撃されている。うんうん、はいはい、なるほど。え、もう何回もしても意味ないでしょ。ああ、ごめん、もう押せなかったわ。させん。とりあえず、無線無線。繋がったんじゃない？言っとこ、名前。あ、私の名前はエミリー。もしもし？あまりよく聞こえません。繰り返してどうぞ。もうここは冷静に説明しよう。私たちブラックウッドさんにいて殺人鬼に追われてて、そいつはすでに友達の一人を殺したの。誰かお願い、助けて、お願いよ。確かかな。聞こえてますよ。今いる場所を離れないでください。天候が回復し次第すぐ社長にヘリを送ります。どうぞ。え、いつになるの。夜明けです。早くてもね、夜明け頃です。どうぞ。嘘でしょ、やつがいる、私の方に来る。やばい、なんか物を置いたりしてできないの。嘘でしょ。そんな簡単に倒れる。
マジかよ。られないんじゃないのか。集中させてくれよ。いいか。ああそう、好きなだけ時間をかければいいわ。どこにも行かないから。もう君のところまで行って引っ張り上げてやるよ。ねえ早くこのバカみたいな塔から下ろしてくれる？お願いマット、もう何とかして。いやいや絶対に俺は落ちたくない。マット、もう考えてるんだよ、安全にたどり着ける方法をね。もういいから早く助けてんから。いや、かたくなに安全策。エミリーも死ぬパターンあるの？やらかした。嘘でしょ。助けなきゃダメなのか。